私、美形な男の子だけど、女性に強姦されました。20代ぐらいの若い女性だったけど、抵抗するまでもなく犯されました。僕は、中出しは嫌だと叫んでんだけど、女性は中出しセックスが好きなようで、結局中出しセックスさせられました。私は辛かったです。本当に私は見知らぬ女性に童貞を奪われちゃったんです。とても悲しいことはありません。許せない許せない。確かに中出しセックスは気持ちいいんですけど、でも相手の女性が妊娠したら、結婚しなきゃいけないんです。こんな辛いことはないと思います。僕はその女性に汚されたんです。あなたたち、腐れ健常者の男性によっては、別に構わないかもしれないけど、私みたいな、美形な男の子にとっては、辛いものです。